朝礼の前にね、あの不動産の相談を受けててさ、あの騙されちゃった人ですよ。ね、で不動産ってさ、ね、騙される人ってすごくいっぱいいるわけだよね。でさ、それさ、なんで、ね、あの知ってるのにさ相談乗ってくんないのっていうのがあるじゃん。でこの間もね、ある、地方に行った時にさ、うちでコツコツ買ってくれた人なんだよね。でそのコツコツ買ってくれていたんだけども、たまたまね、その後さ、ちょっといろいろね、な団体みたいなところにさ、あの参加してね、でその中に、まあ、大家さんいっぱいいるわけですよ。でその中の人たちから勧められてね、地方の物件買っちゃってるわけだ。でそれはもうほぼなかなか難しい状況に陥っちゃってるわけね。でさ、今どういうことが起きてるかっていうとさ、ね、例えば陶酔ってあるよね、いわゆる酔った状態、なんとなくこう陶酔しちゃうんだよね。で不動産投資なんていうとさ、なんかほら大きなお金動くし利益出るように見えるし、なんか、ね、サラリーマンの人たちもさ、ね、莫大な投資してたなんかしててかっこいい感じがしちゃうんだよな。でもそのね、陶酔して、ね、いるから、じゃあローンが全部つくならさ買おうかな、ね、要するにフルローンでさつくから買おうかな、ね、だからある、ね、人が、ね、あのフルローンでローンがつきますよ、この物件はローンがついてますよ、ね、だからおすすめですよって言ってるんだよね。でさ、ローンがつけばおすすめだってことはありえるかどうかってこと、世の中ね。で不動産の投資っていうのはさ、もともとよく冷静に考えたら投資して家賃をもらう商売なわけだな。だから例えばじゃあさ、ね、もういつも言うようだけどさ、ラーメン屋さんやりたいって人がいて、で商売じゃあやろうぜと、ね、いうところで計画した時に、たまたまね、ローンがつくから、ね、ラーメン屋さんやるかいってこと、あともう一つはね、土地がそこにあるから、じゃあそこで商売するかいってこと考えてみたら、ね、普通商売するって言ったら何が大事かって言ったらお客さんじゃん、ね、そこのね、要するにところに道路にさ何人お客さんが通ってね、で、そこでどれだけの売り上げ上げてね、でそれでどうしてさ、その要するに、ね、あの収益上げてってローンの返済をするかっていう計画を立てるわけだ。でそれは事業計画なわけだから、事業計画は結構冷静に物事を見ないとできないでしょってことでね、不動産投資って一番簡単な商売なんですよ。例えば、ね、我々今会社、7社くらいやってるとかね、でその7社もさ一つ一つ計画しながらさ、ね、実行していって、でコツ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 、ね、いろんなことやって、で投資もねする、ね、広告宣伝もかける、ね、まあ、うちなんかはあんまりかけないけども、要するにね、事業計画を立てて、それで収益をある程度作っていくから事業が拡大するわけでしょ、ね、でそれと同じように不動産っていうのもそこで、ね、まず商売をして、どれくらいの収益が上がるかってとこから入っていって、でそれから利益が出れば再投資、また利益が出れば再投資、ね、だから小さいとこから始めてだん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 大きくしていくのは事業なわけじゃん。ところがローンが使われてドーンやる、ね、そうすると税金の関係で必ず勘定あって税足らずになるんですよ、不動産投資ってのはね。だからそれを計画もしないでさ、ローンが使からやるそれで、ね、リスクの高いさ、ね、とこに買う、ね、空室も増える、ね、そうするとローンの支払いができない、できなかったらどうなるのってこと、ね、それを売って、ね、要するに資金回収できますかってこと、できないじゃん。だって価格下がっちゃってんってさ、フルローンでさ、ね、諸経費まで借りちゃって、ね、やってる商売で一番リスクパンパンでやっていてだよ、ね、ちょっと、ね、あの時代に変わるともう要するに命がけになっちゃうわけですよ。命がけになるとどうするかって言ったら、自分逃げたいから人に売ろうとするわけだよ、ね、それでじゃあ、ね、この物件買わないとか始まっちゃうわけ。あともう一つはさ、頼まれたからじゃあこいつが持ってる物件買わないとか始まるわけだ。ババ使いの世界になっちゃってるでしょ。で引っかかった人は引っかかった人でかわいそうなもんですよ、ね、だってなんでかって言ったらダメになった事業を新たに再生できないから、ね、例えば僕なんかはだよ、例えば、ね、今実際にやってるのはじゃあ例えばね、あの古い蔵があってさ、それを、ね、要するに、ね、リストラで処分した人の中から、ね、その中 で店舗に変えてみて、ちょっと、ね、こじゃれた店舗にできないかいって話で、ね、店舗にしてみたら案の定うまくいってるとかさあるじゃん、ね、商売は、ね、要するに我々さ、ね、商売として見てるから、じゃあ
この物件はこうしたらこうなるんじゃないのとか、じゃあ例えばこの更地はこういうふうに竹造してこういう建物だったらこういう形で売れるんじゃないのとか、ね、例えばあ、ね、昨日おとといもそうだけども、要するにこういうアパートがあって空室があるけども、あでもさ市場はさ賃貸住宅じゃなくてここはマンスリーだったらいけると思うよ、で特殊な地域があるんですよ横浜市でもね、だったらそれに改造してさやったらどうなの、でもお金かけるの嫌だよ、じゃあしょうがないな、うちで買うか、ね、投資家つけて、ね、それを運営させるか、うちがマスターリースかけて、ね、要するに、リスクをヘッジしてあのサブリースで貸すか、ね、いろんな商売ある、これは我々商売ができてるからなんですよ。だけど商売できてない日中サラリーマンやってる人たちがさなんか知らないけどいろんなことね言ってさ、それでね、いかにもできそうなこと言ってね DVD かなんか売っちゃってね、例えばねあのリタイアして、ね、それ専業でやってるけども、ほらね無理じゃん、なんでかったらさ当たり前だけど不動産の投資っていうのはね、例えば僕なんかがねサラリーマンやっていてサラリーマンの所得もわーっと頑張って上げてきたね、それで不動産投資もねそれに伴って信用力がついてきたからいっぱい買えてるわけだよね、だから両方うまくいって初めて不動産投資っていうのはサラリーマンの時代では成り立つの、ところが片っぽ捨てちゃって片っぽやっちゃダメよ、例えばよくあるのが、ね、株式投資やってる人いるよね、まあこれ賛否両論あるんだ、ね、会社勤めしながら、ね、要するに、ね、株式投資やってる人、ね、この人たちって、ね、株式投資土日に開いてないじゃんマーケット、ね、営業時間とか昼休みとかでやってるかもしれないけども常に上がったり下がったり気になるから仕事集中できないんですよ、だから失敗する人多いわけ、ね、両方失敗するんだ、ね、なんでかっていうと、ね、本業にも力入らないし、ね、株にもと、ね、要するに、力入らないから両方ダメなの決まってんじゃん、ね、だから不動産投資と何がいいかって言ったら、ね、要するに資産を拡大するためのねプログラムとしては非常にマッチングする商売なんですよ、なんでかっていうと我々プロが開催してれば我々が、ね、要するにそのサラリーマンの大家さんの代わりに全部いろんなことやるわけじゃん、日中もねやってるし24時間ね管理もしてるし、ね、オンサイトマネジメントで、ね、いろんな人たちがさ動いてるわけだ、でそういうカバーできる商売、つまり商売は我々が成り代わってできるから、だけど違うものは無理だよ、うん、でそれがだんだんね今度ブローカー化しちゃってる、ね、そう今度はさ、ね、要するに、ね、コンサルタントとか言っちゃって、ね、自分がうまくいってないのに人にコンサルできますかってこと、ね、そんなようなことをしながらさやってる人たちがいて、でここはね昨日今日ねブログにも書いたけども、ね、例えば今日みたいにさ僕のセミナーでね要するに90人も来るわけだ、 CF ネッツのね CF ネッツウェアなんてと200人来るわけ、これね標的にされちゃうんだよ、なんでかって言ったら不動産投資に興味持ってる人はいっぱい来るから、ふとその後に懇親会やるじゃん、でこの間はねちょっとあるとこでねやった時にお客さんから注意受けたの、なんでかって言ったら僕がやったセミナーの後に懇親会やった後二次会行くだろう、二次会行ったらそこでさうちのお客さんじゃないんだよ、でもさ自分がね CF との絡みがあるようなことを言っちゃってさ、ね、うちの悪口いっぱい言っちゃって、それでさ、ね、管理外の話したりするんだよ、でその相手方がまあいいやそれはしょぼい会社だよな、ね、要するにまあどうしようもないですよ、ね、でそんなことをさしてねマージン取ったりなんかしてるわけ、ね、事実とさ全く関係ないところでそういう世界が動き出してるってこと、だから今日は僕はね、これからちょっと今、ね、企画の連中に言ってんだけども懇親会ちょっと見直した方がいいぜと、ね、なんでかっていうとそういう人たちの営業の場所になっちゃってる可能性ある、ね、だからそれはね要するに、ね、まず参加者の人にもきちっと、ね、要するに CF ネッツのセミナーに来てる人イコール、ね、CF ネッツの顧客じゃないんですよってこと、ね、だからさなんか知らないけどね、CF のそのね、セミナー来る人たちって結構さ勉強熱心でちゃんとした人が多いわけ、ね、でそういう人たちが来る中にさ混じってるとさ自分もそういう風に見られるじゃん、だからね FX どうですかとか、ね、いや不動産投資は儲からないでしょ、まあ、僕はこれで成功しますよ言ってるわけよ、自分やればいいじゃん別に人に言わないで、えそうじゃないの、だって FX とかその自分でやってればいいじゃん、で株式投資自分でやってればいいじゃん、でなんでうちのセミナーのとこで、ね、そんなことをさ、ね、要するにやってみたいね、あとね、いややめなよ CF ネッツさんさ首都圏しか売らないからさ、ね、地方の物件の方が、ね、担保力あるし、ね、ローン組めるし、ね、そっちはいいんですよ、
やればいいじゃん自分で。で、うちはそれ推奨してないんだから。でもね、なんとなくうちが推奨してるように思われちゃう。ね、だからここはこれから少しね気をつけないといけないよってこと。ね、なんでかというと、ね、もうブランド力がついてきてるから、CF のね、要するにあのブランドはね、要するに他でも通用してくるわけじゃん。ね、例えばね、まあいいやそれは。ね、要するにさ、ね、あのあるわけだよな。ね、これ撮ってるから嫌だけどさ、ね、要するにさ、ね、元の社員だってそういうことしてるわけだよ。で、ブランドなんかね、要するにもうないわけなんだけど、やっぱりそういうブランドを使ったりなんかする人たち多いから、ね、そこもやっぱ気をつけなきゃいけないよ。お客さんにもそれは注意してもらわなきゃいけませんということはちゃんと言った方がいいなと思うね。なんでかって言ったら、うちのお客さん失敗してる人いないんだもん。ね、で、その中でさ、なんで、ね、要するにそういうとこにはまるのかな。これね、我々も気をつけなきゃいけないし、あと担当者も気をつけなきゃいけない。で、なんで今我々が首都圏の物件を中心として売ってるのか、あと日本全国からなんでうちの、ね、会社を通じて、要するにあの首都圏で物件を買ってるのか、理由は簡単なんですよ。これから人口減るんだから、ね、商売のマーケットお客さんいなくなるんだから、いるところで商売しなかったら無理じゃん。だってプールで釣り竿を垂らしてね、いくら美味しいお餌つけたりしてさ、やったって魚いないんだから釣れないでしょ。それ理屈じゃん。それ分かんないんだよな。だからそこはもう一度我々がちゃんと教えてあげないといけないなと思うんで、まあ、今日はきちっとね、あのセミナーの中で解説していきたいと思うね。まあ、ぜひまあ、この DVD 見た人もぜひね、ね、うちのセミナーぜひね、いろんなことやってるから聞きに来た方がいい。で、別にそれ金取るわけじゃないし、あ、お金取ってんな。いるセミナーあるからな。そう、セミナーでちゃんとお金払ってもらって、ね、見てきていただく。今日は無料セミナーだけど、ね、そういうのも勉強しながらさ、少しずつ、ね、要するに知識とかね、騙されない知識をまず、持った方がいいんじゃないかなと思いますね。以上。